1965年から9年にわたりまして日本一となりました読売巨人軍、その中心におりましたのが王貞治、そしてレジェンド長嶋茂雄でございました。4連覇がかかりました1968年は4月から首位を独走いたします中日、その後を巨人が追いかけておりましたが、長嶋茂雄は敬遠のためなかなか勝負をしてもらえない。迎えましたのが5月の11日、相手は中日、山中投手が相手となりました。その中で西二塁というチャンスに打順が巡ってまいりましたのが長嶋茂雄でございました。よしここで必ず打つと思いましたが、山中達美が投げます球、それがボールボール、ツーボール先行いたします。はぁまた敬遠か、こう思いました長嶋茂雄。なんと3球目の時にバッターボックスに入りました時にはバットを持っていない、観衆がうわーバットを持たずにバッターボックスに入ったぞ、さあ山中達美どうするんだと皆が見ておりますと、山中達美再びボール、そしてさらにボール、なんと敬遠をしたのでございました。長嶋茂雄バットを持たずに塁に出たという伝説を作った瞬間でした。本日は長嶋茂雄伝説の一席でした。ありがとうございました。